うか、ジュエイさんから生まれて2年余りが経過しまして、まあ、今日は出版記念会を兼ねての会だというご案内をいただきました。だいぶ身軽になると思いますから喜んでと言いましょうか、こうしてやってまいりました。長くというか永遠に私も生きている限り中村ジュエイさんの思い出を持ちながら、もうしばらく一緒に酒を飲むのは、後にして、もうしばらくはこの世で、頑張っていきたいと、まあ、その後はまた触覚の話でもしながら酒を飲みたいなとこんなふうに思っております。本当に今日はこういう会を応援していただきました。ありがとうございました。何やでもあったよ、怒らん、優しすぎるってことかな。から何にでも興味を持つ、人を巻き込む。だけど最後までやってるのかどうなのかよく分からないポイント大局わしづかみ大胆にして柔軟、そしてのんべえで前の方に出会うということになろうかな。もっともっと他にもいろいろな中村さんの顔があります。本日は本当にお忙しいところありがとうございました。これをもちまして本日の会を閉会とさせていただきます。